は。今日は、助動詞それぞれ一つ一つ見ていくんじゃなくって、助動詞の識別見分け方っていうことをやっていきたいと思います。具体的にはどういうことかっていうと、まずこの2つの文章を見てみてください。読んでみると、雨降れる時っていうのと、家に招かるっていうふうにありますね。そうするとこのるっていうのが、同じ音が出てきてるんですけれども、る、じゃあこの助動詞同じかっていうと、それぞれ、元の形が違って、元の形が違うってことは意味も違う助動詞だったってことなんですね。そうすると、じゃあ今日はどうやって見分けるかってことについてやっていきたいと思います。で、具体的に見ていくと、まずるっていうのどうするかっていうと、助動詞見分けるんですけれども、見分けるときにヒントにしてほしいものが、接続なんですね、助動詞の。つまりるの前が未然形だったら、あ、じゃああっちだとか、連用形だったらこっちだとか、そういうことなんですね。じゃあ見てみると、これ降るっていう動詞の何形か分かりますか？降らーずっていう風な余談動詞の降るっていう動詞の何形かっていうと、これちょっと自分で考えてみてほしいんですけれども、これ未然形ですね。未然形。そうすると、まあこのるっていうのは何なのか分かんないんですけれども、とりあえず未然形接続のるだってことは分かりました。じゃあ同じようにこの招かるっていうのを見ていくと、招くっていう動詞の、これも余談動詞なんですけれども、何形かちょっと考えてみてください。これは、未然形ですね。そうするとこのるっていうのは未然形接続のるだってことなんです。つまりこの時点で、接続が違っちゃってるので、同じ種類の助動詞ではないってことが分かったと思います。じゃあるになり得るような助動詞何があったのかってちょっと思い出してみると、これちょっと思い出すの大変なんですけれども、どんなものがあると思いますか？るになるような、活用表の中でるっていうものが出てくるもの、何があったかっていうと、まず、ルーラネのところでやったこのるですね。あとは、活用表を見ると納得できると思うんですけれども、つむたりりのりですね。完了と存続の意味があるりなんですけれども、これどういうことかっていうと、るかまたはりっていうことなんですね。じゃあ接続ちょっと思い出してみると、るの時は何形接続だったか覚えてますか？尊敬可能自発、尊敬可能自発受け身のるなんですけれども、これ未然形接続でした。未然形接続。じゃあそれに対してたりりのりっていうのは何形接続だったかっていうと、これちょっと注意が必要で、これは寂しいでした。作業には、作業変化活用には未然形について、余談動詞の時には未然形につくっていうことでした。そうするとこれ、すぐに分かると思います。未然形についてる時っていうのはこのりですね。たりりのりでした。これで未然形についてる時っていうのはルーラルの時のるっていうことが分かると思います。完了存続のりっていうのと、これは受け身ですね。受け身のるっていうのに注意して訳すと、雨が降る時じゃなくって雨が降った時っていう風になります。で、こっちも家に招くんじゃなくって家に招かれるっていうことなんですね。じゃあ同じように、もうちょっとまた、このルートリみたいに紛らわしいものがあるので見ていきたいんですけれども、この2つをまた今度見てみてください。今日には見えぬ鳥っていうのと、我参りぬっていうものがあるんですけれども、ここ無が同じですね。無が同じなんですけれども、これもまた、接続見てみると違うんですけれども、ぬになり得るもの何があったのかちょっと考えてみてください。ぬ、まずぬっていうからには、そのまんまぬの形何があったかっていうと、これは完了の助動詞ですね。完了の助動詞、通ぬの時のぬでした。これ何形接続だったかっていうと、連用形接続でした。連用形接続。あとぬになり得るものどんなものがあったかっていうと、これ打ち消しの助動詞図なんですよ。打ち消しの助動詞図のこれ連体形なんですけれども、分かんない人はちょっと活用表を見てみてください。連体形のところにはぬって書いてあると思います。ちょっと打ち消しの助動詞なので、これ未然形接続でした。じゃあこの2つの選択肢が出てきたところで、じゃあこっちはこの2つどっちがどっちに当てはまるのかちょっと考えていきたいんですけれども、まずこっち、今日には見えぬ鳥って書いてあります。見えぬ鳥。そうするとこれ見るっていう上一段動詞のなんですけれども、どういうことか。
う四段同士のマイルっていうものの、これは未然形です。そうするとこっちはもう確定ですよね。ぬ、完了のぬなのか打ち消しの図なのかどっちかっていうと、これは打ち消しの図でした。元の形は図です。未然形じゃないですね、すいません間違えました。マイラーズ、マイリータリーのこれ連用形でした。なんかちょっと変だと思ったんですけど、連用形なんで、そうするとじゃあこれどっちか分かりますか。未然形に接続するのがぬ、未然形に接続するのが図なので、これはぬですね、完了のぬでした。そうするとこれどっちかっていうと、今度はじゃあこの未然形接続か連用形接続かで区別するんですけど、見えの場合はどっちか分かんないですね。そうするとじゃあこの鳥っていうのに今度は注目してみてください。鳥っていうのは単元なので、このむっていうのが何形かっていうと多分連体形になってるはずなんですね。連体形、単元についてる前なので連体形で、そうすると連体形がぬになってるものはどっちかっていうと、ぬの連体形はぬるですね。図の連体形はぬなんです。そうするとじゃあもう分かると思うんですけれども、これは打ち消しの図でした。それに従ってこれも未然形か連用形かって言ったら、未然形っていうことがこれで、図が、ぬが打ち消しっていうことが分かってから決まっていくんですね。こういうふうに今るとりとぬと図の見分け方が全部接続によってできるっていうことを確認していきました。じゃあ同じようにまたちょっとやっていきたいんですけれども、また今この2つの例で接続に注意すればいいっていうことが分かったと思うんですけれども、同じようにその今度も接続にして、注意してやっていきたいんですけれども、この2つ見ていきます。スズムシの声しなりっていうものと、スズムシですね、虫なんですけれども、こっちこの人今は亡き人なりっていうふうに書いてあります。亡き人なので死んじゃった人っていうことなんですけれども、これもまた接続について見るっていうことが、想像ついてると思うんですけれども、見ていきます。そうするとこのなりっていうのとこのなりっていうものの区別をしていきたいんだなっていうことなんですけれども、この数っていうのはじゃあ何形かっていうと、数、左辺同士数っていうのがありましたよね。その左辺同士の数なので、これは終止形っていうことが分かります。これは終止形です。そうすると今度こっち亡き人、人っていうのは何かっていうと体言ですね、主語になれるものなので体言です。こっちのなりは終止形に接続していて、こっちのなりは体言に接続してるってことなんですね。体言っていうのは連体形と同じように、処理していってほしいんですけれども、見てみるとなりっていうのは、どういう意味があったかっていうと、連用形に接続してる
選択肢としてはさっきちょっと出てきた官僚の無っていうものと、あとは今やった、断定の何っていうものが選択肢としてあるんですけれども、これ活用表を見てみると、連用形無の連用形が2になってます。何の連用形も2なんです。そうすると、連用形両方とも2なのでちょっと難しいんですけれども、どうするかっていうと、まずこの何っていうのは覚えてますか？体現とか連帯形につくんでした、断定の何は。なのでこの連帯形についてる方がこっちが断定になってます。で、ぬっていうのも図とぬの識別のところでさっきやりました、連用形につくものがぬなんですね。そうするとこっちは、官僚のぬなになってます。原型書いておくと、これちょっとノートにも書いておいてほしいんですけれども、官僚の原型がぬの助動詞です。こっちは断定の何になってます。で、ポイントなんですけれども、この2とこの2の識別っていうのは論文中でよく出てきて、問題にならなくてもよく出てくるんですけれども、もうちょっとパターンになってしまっているので覚えておいてほしいんですけれども、この断定の何になる、ぬじゃなくて断定の何に、断定の何を作るにっていうのがパターンによって出てきていて、例えばにやとか、今出てきたにやなんですけれども、あとはにか、にぞ、あとはにて、でこの5個ぐらいを覚えておいてほしいんですけれども、秋にやとか、秋にか、秋にぞ、秋にて、秋にこそっていう風な、こういう5個が出てきたら、ここのにとかここのにっていう、すべてこういうには断定のなりがの連用形の形なんだっていうことをちょっと、なんとなくもう覚えちゃっていってほしいと思います。だいたいこの前が体現とかになってるので、連帯形接続のなりだなっていう風にも納得できると思うんですけれども、慣れていくうちに自然に断定のなりだっていう風に頭の中で分かるようになっていくと思います。じゃあ今日は4つの、音について区別していったんですけれども、ちょっと難しい範囲だったと思うので、また頑張って復習してみてください。じゃあ今日は終わりにします。